鈴木の場合は2021年5月から納車遅れが始まっていて、小型車、軽自動車ともに納車時期は6ヶ月以上まで伸びているようなんです。世界的な半導体不足の影響なんですね。売りたいのに物がない状況は本当にもどかしいですね。はい、どうもこんにちは。東洋経済オンライン YouTube チャンネルリポーターの森永真彩です。東洋経済オンライン編集部長の竹政秀明です。チャンネル登録してご覧いただいている皆様、いつもご視聴ありがとうございます。本日の3つのポイントはこちらです。1、半導体不足の影響でスズキの納車期間が6ヶ月以上まで伸びているようです。2、スズキの四輪の世界販売台数のうち、インドは4割強、日本は2割ですが、稼ぎ頭は日本市場です。3、日本では3月末で約20万台の受注残を抱え、正常化には1年以上かかりそうです。というわけで今日は、スズキ納車6ヶ月待ち、国内販売の深刻な事態をテーマにお届けします。スズキの2022年3月期は国内の販売台数が 56.1 万台となりました。3期連続で前年割れが続いており、国内販売台数が60万台を下回るのは実に10年ぶりとなります。竹政さん、スズキに何が起きているのでしょうか。はい、世界的な半導体不足の影響なんですね。スズキに限ったことではありませんが、スズキの場合は2021年5月から納車遅れが始まっていて、小型車、軽自動車ともに納車時期は6ヶ月以上まで伸びているようなんですね。今も続いているということですか。スズキは2023年3月期については国内販売台数は 66.3 万台と回復を見込んでいます。はい、ただ6月には湖西工場の稼働を一時停止しており、部品調達に悩まされているようなんです。販売店にとっても深刻ですね。何か対応策はあるのでしょうか。人気のソリオっていうのは8ヶ月かかるため、生産調整が続くときにはオーダーストップがかかるってこともあるんですよ。販売店は苦しいでしょうね。はい、で2021年1月には新たなサービスとして中古車のサブスクサービスを始めています。はい、大阪と埼玉在住のユーザー限定ですが、軽自動車あるとなら税金や自動車保険料を含めて月額利用料2万9000円となっています。契約期間は原則6ヶ月です。なるほど、6ヶ月、つまり半年って微妙な期間ですが、どういったユーザーを想定しているのでしょうか。スズキの新車の購入を待つユーザーっていうのは利用しやすいかもしれませんね。はい、再契約も可能ですが、スズキとしては感触を確かめているっていう段階のようなんですね。なるほど、スズキの小型車や軽自動車は郊外や地方で利用されるケースが多いので、サブスクよりは購入を希望する人の方が多そうですね。スズキの国内市場の位置づけはどのようになっているのでしょうか。スズキといえばインド市場に強いってことで知られています。実際に2022年3月期の世界販売台数270万台のうち、インドは4割強を占めています。日本は2割、インドの半分以下ですね。しかし本業の稼ぎである営業利益っていうのを見ると、日本は1210億円ですが、インドは438億円なんですよ。なるほど、日本が稼ぎ頭ならやはり部品不足の影響は深刻ですね。生産回復の影響はいつまで続きそうでしょうか。思うように生産が進まないことで、日本とインドでは受注残が積み上がっています。国内では3月末で約20万台の受注残を抱えていて、正常化した時点からフル操業で挽回しても1年以上かかりそうなんです。売りたいのに物がない状況は本当にもどかしいですね。はい、同業他社と比べるとスズキは軽自動車の比率が高いために、相当な規模で台数を売らないと収益性を維持するってことも厳しくなるんですね。はい、一日も早い正常化っていうのは待たれますね。ということで本日は、東洋経済オンラインよりスズキ納車6ヶ月待ち、国内販売の深刻な事態をテーマに、井上沙耶記者のレポートをお伝えしました。気になった方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。